最強パッドプレイヤー&デバイス参戦。一人目は TSM 所属インペリアルハルさん。インペリアルハルさんは、43リニアを使用しており、デッドゾーンはなしです。またスコープ設定はオフで、視野角は110を使用しています。コントローラーは、Xbox シリーズ XBDC コントローラーを使っており、クリークはなしです。二人目はダークゼロ所属ジェンバーケンさんです。ジェンバーケンさんは、詳細感度を使用しており、デッドゾーンから順に、010で、数字感度で表すと、リニアに近い感度を使っています。加速やその他項目は0で、視野角は110を使用しています。またスコープ設定はオンで、すべての倍率が 1.0 倍となっています。コントローラーは、PS4BBC コントローラーを使っており、クリークはなしです。三人目は NRG 所属ギルドさんです。ギルドさんは、43クラシックを使用しており、デッドゾーンはなしです。またスコープ設定はオンで、視野角は108を使用しています。コントローラーは PS4 純正コンを使用していて、クリークは使っていません。いかがだったでしょうか。現在コメント欄にて紹介してほしいプレイヤーを募集しています。以上、最強パッドプレイヤー&デバイス参戦でした。